ソフトバンク、巨人でプレーした松田信弘氏、41、が、17日放送の日本テレビ系、踊る。三馬五天、火曜後8、0、2出演。長男の野球チームでのエピソードを語る場面があった。長男の所属している野球チームに保護者として教えに行っているという松田氏。去年まで野球選手だったんで、教えに行くとみんな目が輝く。 でも最初の方は良かったんですけど、子供はやっぱ慣れるのが早いんで。1ヶ月、2ヶ月すると一人の父親みたいな感じで、挨拶もしてくれないし、独唱。日本代表入りも果たしたなプレイヤーが指導してくれる状況が、選手にとってはすっかり当たり前になってしまったという。なんとか元プロの威厳を見せようと、練習中に本塁打を打ってみせたというが、中学生とか小学生は、 ボールを取りに行かず自分で拾いに行ってましたねと自虐気味に語って笑いを誘っていた。